初体験は結構前で、彼氏のお家でやりました。まあだいぶ前ですね。で、お家です。相手のなんか気持ち悪かった。痛かった。相手はフランスと日本のハーフで、中3の時会って、2回目の時に映画見ようみたいな、部屋で映画を見てたんですけど、まあ、それでそういう雰囲気になっちゃってやって、でフランスって結構でかいんです。で、初めてだったので痛かったです。彼じゃないです。いや、なんかお互いなんか子供っぽかったから、家に行っては流れで映画見てるみたいな感じでした。中2の夏に一番長く付き合ってた彼氏としました。気持ちよくなってるのればいいかなみたいな。まだです。大学入ってすぐ、彼氏ではなかったです。私んちで、本当になんか酔ってて覚えてなかった、覚えてないです。初体験はタイプでした。嬉しかった。20歳になる前に彼の家でいたしました。めちゃロマンチックだった。ちょうどさっき会ったんですよ、そこで。ハチ公前に多分座って初体験の人が。中学校2年生の時に彼氏と外出てしました。したいって言われて、そのまましました、外で。小学生の時中1の春休み、好きな人と一緒にいてお酒を飲んでたの、一緒に。で、私はめっちゃやる気満々だったのに、相手が寝始めて怒ってブンって叩いたら、ハッって起きて、それからなんかうんって感じ。小学校6年生の時に千葉まで行って、ネットに知り合った人のところまで千葉まで行って、まあ家には帰らず、そのまま感じですね。チャンネル登録お願いします。